こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。最新鋭イージス艦が完成した。マヤダが8番艦ハグロも進水式を終え、来年ようやく8隻体制となる。これによってイージス艦による防衛力は強化された。何よりも SM3 ブロック2A の威力はこのイージス艦の強みだと感じる。迎撃能力が倍となり、イージス艦では最強となっている。マヤとハグロ2隻がようやく完成した。護衛艦群での展開がやりやすくなった。共同交戦能力をもってすると、さらなる迎撃が可能。探知能力もさらに上る。今までのイージス艦とは一味違ってくる。SM3 ブロック1A より、R 倍の迎撃能力が備わった。その距離2000キロと言われている。来年も、順次イージス艦が就役することになる。防衛力は、さらに上る周辺国のミサイル防衛も、これで、準備は、できた形になる。だが、まだ十分とは言えない。イージス艦も、やはり型遅れになりつつある。護衛艦マヤの就役に関する面白い話をしていこう。2020年3月、海上自衛隊の新戦力としてその中に加わった。最新鋭イージス艦がマヤ型護衛艦の一番艦にして、ネームシップともなっているマヤであり、横須賀を母港として各種任務に従事することになった。マヤ型護衛艦は、これまで就役している金剛型4隻、アタゴ型2隻に続く3種類目の海上自衛隊保有のイージス艦であり、これで合計が7隻目となり、2番艦ハグロも来年2021年に就役することで8隻となることが予定されている。マヤに続いてハグロまでが就役を果たすことで当面の目標とされていたイージス艦の8隻体制がようやく整うこととなり、訓練やメンテナンスを考慮したローテーション化においても隙のない防衛体制を敷けるものと期待される。マヤは全長170メートル、全幅21メートル。排水量が基準で8200トン、満載で1250トンとなっており、排水量で考えるならば、かつての巡洋艦クラスとも言うべき艦容を誇る。大型の護衛艦となった。これまでの金剛型、アタゴ型の護衛艦も敵の弾道ミサイルからの防衛を担う防空能力を備えているが、マヤ型はこれに加えて巡航ミサイルへの対処も可能とする。SM-6 迎撃ミサイルの実装も予定されている。この巡航ミサイルへの対応可能な防空能力の獲得こそ、ガマヤ型護衛艦の最大の特徴だと言える点であり。かつまた、CEC、日本語では、共同交戦能力と表現されている時間以外の友軍航空機や艦艇との情報連携とそれによる攻撃管制も実現する。
このため、航空自衛隊が配備を進める E-2D 早期警戒機にも同様の共同抗戦能力の導入が行われており、まず、この自衛隊間での連携から始めて、後にはアメリカ軍との同能力の互換を図っていくものだと解釈される。マヤが搭載するイージスシステムは、最新のベースライン9シート、BMD5.1 となっており、これは日本とアメリカとが共同開発を実施した弾道ミサイル迎撃用の最新型の SM-3 ブロック A2 に対応したものだ。これによって弾道ミサイルの迎撃高度は約1000メートルと従来の2倍相当にまで達し、先に挙げた共同抗戦能力によってより広範囲で精度の高い防空能力を発揮するものと期待されている。確かに弾道ミサイルへの備えはマヤの襲撃によって一段と強化されたといえるが、こうした反面、ロシアや中国が長射程の巡航ミサイルを配備していることを考えると、やはり早期の SM-6 迎撃ミサイルの搭載も望まれる。だが、こうした共同抗戦能力について、全く逆の視点から警鐘を鳴らす声も聞こえてきており、そこで問題とされているのは、アメリカ軍と自衛隊とが連携を行うことが、集団的自衛権の行使に相当するのではないかというものだ。自衛隊の存在そのものに関しても、未だ憲法解釈という政治的に大きな課題が横たわっていることは確かだと言えるが、敵の弾道ミサイルを迎撃するという、どう考えても防御的な仕組みに対するこの指摘には正直驚かされる。ただあくまで逆説的だが、この指摘には確かに自衛隊の艦艇や航空機などの戦力がアメリカ軍の統制下に置かれてしまい、自衛隊として独自の行動を行うことが制限されてしまう可能性があることを気づかせてはくれる。しかし、それを理由に共同抗戦能力を否定してしまっては、それに代わる効果をもたらす仕組みを日本が独自に構築しない限りは、核を持つ北朝鮮の脅威から日本を防衛することは一層困難になるのではないかと思われる。そもそも自衛隊の護衛艦のイージスシステムそのものがアメリカの軍事技術に依存しており、現時点において、時間的、費用的、技術的に、日本が独自の防衛体制を取ることは、もはや、現実的には実現は厳しいと言わざるを得ない。仮に、こうした制約を覆して、日本が独自の防衛網を構築すると、するならば、むしろそちらの方が現在よりも軍備を拡張する方向に向かわざるを得ない上、北朝鮮のようにアナログな兵器を多数必要とすると考えるべきが妥当な線だろう。ちなみに
弾道ミサイル防衛のために陸上自衛隊が配備を進めようとしている。イージス・アショアが配備先となる可能性のある地域で反対されていることからも、海上に展開するイージス艦の重要性はますます増大しているといえる状況だ。イージス・アショアの1機あたりの調達コストが2000億円を超過していると報じられる中で、マヤの建造費が約1680億円、ハグロが約1730億円とされているのを見ても、この感をなお一層強くする。現状マヤ型の建造は、ハグロまでの2隻の予定であり、以後が追加建造となるのか、新型艦となるのかを含めて未定ではあるが、混合型、アタゴ型の巡航ミサイルへの対応改修と並行して、検討すべきだろう。